これちょっと全カットの予感しかしない。待て待て、しかも結構紅茶を作るには紅茶の葉と、あ、水を温めるのか。紅茶ってどこにあるんだっけ？下かな？このぶら下がってる、違う気がするね。パパのスープにはソーセージの代わりにサラミが入ってることがあるけど、あんまり好きじゃない。ママはそんなことしなかったのに。ああ、お母さんがいなくなってからの料理はやっぱりだいたいお父さんが作ってるんだ。錆びた釜、大きいチーズないな。あれか、お父さんがなんか、お母さんがいなく、あ、スクインティー。猫の生活って、かわいい。香辛料入れてる。何これ、どうなってるの？どの容器もラベルがぐちゃぐちゃで全然読めない。うわ、パズルだ。ここに来て、パズル来るか。これちょっと全カットの予感しかしない。待て待て、しかも結構本格的だね。こういう時はこう端がね、角っぽいものを合わせていけばいいと思うんですけど、これはどこだ。これは厄介だね。やばいな。これ、ちゃんと噛み合ったら音鳴るのかね。ここ探すか、まず。なんか、うねうねってなってる。いや、これはちょっと本当に、全カットかもしれない。これ端っこっぽいよね。なんとなく色の違いはあるけど、どれがどれだか。これこうかな。あ、あ、すごい、なんかめちゃめちゃ偶然噛み合ったみたい。これ色で分かれてるね。これこうじゃない？あ、いい。もしかしたらカットしなくても済むかもしれない。見せるか、私のパズル力ってやつをよ。全く自信はないんですけどね。あれ、でも色合わなくなってきたな。これも濃いから、この辺だとこうやっていつ当てはまるかを汚いことをやりなさる。おうおう、好き勝手言いなさる。難しいな。葉っぱっぽいね。ちゃんと柄で合わせよう。これは、これっぽい。葉っぱの向き的に、多分こうだね。こうやって、合わないか。でもこの辺だと思うんだよな。あ、これも葉っぱだね。あ。いや、計画通りですね。ここに合うと思ってました。あとは何もわからない。葉っぱっぽいやつ、これも葉っぱっぽい。え、違うな、これはこうか。お、いいね。あれ、私意外と才があるかもしれない。お、素晴らしいぞ、素晴らしいぞ。目覚めてしまったか。私ね、かつて今まで
自分がこういうパズル系得意だと思ったことなんて1ミリもないのに、もしかして目覚めてしまった？お一応順調には言ってるけど、これはカットですねちょっと地味だね。頑張ります。お、いいね。なんか意外となんとかなりそうとはいえね、よくわからずとりあえず置いた場所で偶然ハマったとかが4割ぐらいを占めていたんですが、なんとか図柄を見て、パズルっぽくできてる気がする。このボールみたいな、これかな？違うな。これなんだ？吹きっていうか、実っぽいね。これこの辺な気がする。こうか。で、このちょこっと出た三角を探したい。これかな？違うね。あ、こうか。そうそう。意外とこうやって合ってくな。違うな。ん？これどこだ？お。多分上はこれだね。いいね。これはできそう。で、これがここで、これはこう下に来るからこうか。ああ、よかった。できた。そこまで手こずらずにできたな。これでどれが紅茶でどれがチリパウダーかわかる。紅茶とチリパウダーを間違えるのはまずいから。よかったね。あ、できた。あ、沸騰した。よかった。私10分ぐらいやってた気がするけど。大丈夫。漏れてないか。ピーって言ってたかも。熱っ。やけどしちゃう。で、組み合わせるんだ。こうかな？紅茶を手に入れた。あげましょう。ルーシーちゃん、ありがとう。これで話してくれるかな。すっごく美味しい。それはありがとう。お、味はちょっと違うけど、やっぱりコールさんの娘なだけあるわね。でしょ。私だってもう子供じゃないんだから、これくらい一人でできるの。偉いわね。子供の成長って本当に早いんだから。だからママに何があったのか私に教えてくれてもいいよね。もう大人だから。でもそれは何か知ってるのは、まあリアクションからして間違いはないね。そうだ、天気もいいんだし、お外で遊んできたら？話せない理由はあるんだろうけど、気になって楽しくも遊べないね。紅茶じゃダメだった。別の方法を考えないと。歌がある。ボール遊び。これ右はこの方かな？破けた。破けたってことは、つなげば、なんとかなるはず。つなげられればですが。ひぃひぃ。難しそう。なしでできれば行きたいんだけど、ここに通っちゃうと、もうその後通れなくなっちゃうから、多分こう最後に来ると思うんだよな。違うな。ってことはこっちか。こうして、違う。お、素晴らしい
よくできたな。あれ？不正か？誰か別の人が解いてる説が出てしまう。ああ、でも前回知人に教えてもらったおかげで、なんとなくやり方の感覚が分かった気がする。ボール遊びをして森に入っちゃったのかな。ん？あ、ってことはこの人の子供もいなくなっちゃったんだ。あ、え、これがお母さんか。で、無事に戻ってきた。ん？違う、お母さんが取りに行ったのかな。で、子供を怖がらせた。ああ、小さい頃の記憶が戻ってくる。あ、ああ、エロイーズ、とても無鉄砲な子だった。今泣いてたのがこの人で、ボールを取りに行ってた子が、私のお母さんだったんだね、子供の頃の。森に飛んでいったボールを拾いに、一人で森の中に入っていったこともあった。びっくりするでしょう、命知らずにも程がある。ってことは、まあ、およそ20年ぐらい前としても、それぐらい前から、その森に入ってはいけないっていう習慣はあったんだ。エロイーズは恐れてなかった。怪物のことを、これ怪物を知ってて恐れなかったのか、子供だから、こう、無知的に恐れてなかったのか、どっちなんだろう。でも、もっと気にしなきゃいけなかった。最近、エロイーズが怪物につけられてる気はしてた。つけられてる。私はエロイーズと仲が良かった。二人で一緒にいるところもずっと見られてた。待って、どういうこと？ルーシーちゃん。あなたは怪物が怖いでしょう。森には近づきたくないでしょう。それでいい。怪物は見てる。エロイーズがさらわれた今、次に狙われるのは私たち。絶対に森に近づいちゃダメ。お母さんは、この人に忘れ物を渡しに行ったんだよね。道順的には森に近づくルートはなかったはずだけど、なんで、さらわれちゃったんだ。夜は街中にも出てくるのかな。そのパパがいる場所知ってるから探しに行ってみる。ええ、ありがとう。やはりこの人はこの人ですごい重いものを背負ってたんだ。貼ってあるね。オリビアおばさんの話怖かった。大人はみんな森のことになると怖がらせてくる。でもめげない。ママに何があったのか知りたい。そうだね。メモを取りながら聞いて回ろう。この勇敢さはお母さん譲りなんだろうね。メモに使う紙はパパの手紙でいいや。まあ、裏ならば。調査開始。最初に、あれ？あのおじいちゃんだ。ここにいたおばあちゃんに、なんかあんたは、いい子だね、みたいな村の人たちと違ってって言われたのは、エロイーズお母さんの娘だからそういうところを知ってたのかな。勇敢で恐れを知らないっていうのが。ネロ、君ネロっていうのか。かわいい。どうした？元気ないみたい。ん？これ帽子じゃない？あれ？この帽子。ああ、取っちゃダメだった。大工さんの落とし物。このワンちゃんあれだよね。おじいさんのワンちゃんだよね。ん？おじいさんさらわれたってことは、いや、
どうなんだ。こんにちは、あんまり話したくないけど。こんにちは、元気？あ、健康のためにバリバリ働いている。パイプのことを聞く。修理してるの？ああ、そうとも。これでも昔は配管工だったんだ。It's me。 壊れたパイプを見ると自分が直さなきゃいけないような気になる。すごい、ここの水道もずっと使えなかった。ああ、水出なかったもんね。スパイダーマンもいたけど。はっは、わしの手にかかればまたいつでも使えるようになる。すごいね、腕の立つ職人さんだったんだ。ありがとな、お嬢ちゃん。いえいえ。このおじいちゃん、私のお母さんも悪く言った人だと思ってたんだけど、違うっけ？ごめん、勘違いだったかも。さっきからギコギコ聞こえてたから、もしかして私が壊したドアノブを直してるんじゃないかとちょっとハラハラしてたけど、この人か。嫌み言ってたおじいちゃんは、あの嬢ちゃん、け、なんだ、ちょっと歌ってみる。あー、ダメか。あー、ロックかかっちゃったね。サニー、ルーシー、他のみんなならベンチの方で遊んでる。サニーは？ママに言われて葉っぱを整えている。伸び放題になってきたから、偉いね。楽しいの？小さい葉っぱは面倒だけど、大きい葉っぱは進みが早いし楽しい。嘘、全然楽しくないし退屈。でも先に頼まれたことをやらなきゃママに怒られちゃう。そういうルーシーは何してるの？私は調査中。サニーにも質問していい？もちろん。ありがとう、優しいね。お母さんのこと聞いてみるか。私のママのことだけど、話には聞いてる。ルーシー大丈夫？だいぶ元気にはなった。私の周りは誰も消えてないから共感してあげられないけど、辛くなったらいつでも来ていいから。優しい。共感はできないけど、共感できないことを理解しようとするってすごい難しいと思うんだよね、言葉で言うよりも。優しい子なんだね、サニー。ありがとう。でもね、ルーシー。ルーシーが強い子なのは分かってるけど、森にママを探しに行くなんて考えちゃダメ。大事な友達が怪物に連れ去られるなんて、絶対嫌だ。サニーは私と違っていい子だね。ルーシー。冗談だって、大丈夫、どこにも行ったりしないから。いなくなった人がどうなったのかを知りたいだけ。そっか、でも大人は肝心なことは何も教えてくれないんじゃないかな。そうだね。となると嘘か本当かは知らないけど、レッドに聞いてみるのが一番いいかな、今のところ。サニーも気づいてたんだ。でも私たちが不安にならないようにわざと教えないようにしてるんだと思う。ルーシーもお願いだから不安にさせないで。森に連れ去られた後、食べられちゃうとかで怖がっちゃって自分の身内がいなくなった子もいるから、あんまりにも残酷だから教えないとかはわかるけどね。でも森に近づけさせない程度に怖がらせるのであれば、ある程度理由も話していいとは思うけど、よほど酷なことなのかな。わかってる。
じゃあ怪物のことを聞くか。怪物のこと何か知らない？森に住んでて夜になるとうなり声を上げて人間を連れ去る。そうじゃなくて、もっとこう見た目とか。私は黒い毛むくじゃらで気持ち悪くて目がいっぱいついてる。私が海藻で見た怪物も目がいっぱいあった気がするね。やっぱり私、ママがいなくなった日、怪物っぽいのを見た。え、大丈夫だったの？急いで逃げたから、あのうなり声と白い毛、まだ覚えてる。怖かったよね。怖かった。私が。サニー以外には話してない。よかった。他の人には話しちゃダメだよ。大人はこういう話に敏感だし、どんな反応をするかわからない。でも大人は怪物のこと知ってるんだし、怪物の目的がルーシーだと思われたら、もう半分監禁みたいな感じで家から出ちゃダメってなっちゃうかもしれないな。でも私のことを追ってこなかったんだよ。私は大人も子供も信用できない。追い詰められた人がどう考えるかなんてわからない。そうだね。村の安全のためにとかで本当にルーシーを閉じ込めちゃうかもしれないし、もともと他の人に話すつもりはなかったし、安心して。気をつけてね。いっぱい聞けるな、サニーには。ごめん、仕事中で申し訳ないけど、森のこと。ルーシーは森に行ったことある？ないない。帰るの遅くなっちゃったら、ママとパパに怒られちゃうし、森なんて入ったら怒られるどころじゃ済まない。だよね、私もない。なんとなくサニーのお母さんはどちらも結構厳しい人っぽいね。私のお父さんとかより。あそこに入れるのは大工さんくらい。ああ、そうか、大工さんは行ってるんだ。木材とかを取りに。森のことなら大工さんに聞くしかないんじゃないかな。でも、教えてくれないよね。大人は何も話してくれないだろうね。そうか、大工さんがいたね。昼間は大丈夫。まあ、大工さんが入って大丈夫なのであれば、もしお母さんの手がかりを探して探索するのであれば昼間か。老人のこと？あそこのおじいさん、サニーに怒ってるみたい。ずっと見られてる。身に覚えがないんだけど、嫌われるようなことしちゃったかな。あのおじいさん、肌の色おかしかったけど、実は怪物ってことないか。町の偉い人だし、なんだか怖い。サニーさえ良ければ話聞いてくるよ。余計怒られたりしないかな。怖いな。というかこれ、実は人間が黒幕でしたとかないよな。この村の中の誰かがとか。失礼なこと言わなきゃ大丈夫でしょう。ありがとうサニー、いっぱい話しちゃって。早く終わるといいね。素直ないい子だ。聞けるかな。この町の奴らは花のことを少しも分かっとらん。情熱が足りん。情熱。ごめんねサニー。気にしないで。綺麗な花壇だね。水さえあればいいんでしょ？水だけでいいだと。そこら中枯葉と枯れ枝だらけだし、土はカッチカチじゃないか。こんなもん花壇というより森だ。お花好きだったの？なんだって、ち、若造が無知なだけだ。あ、いた。町のことでちょっと質問が。聞けるのか？
とりあえず花のこと聞いてみるか。どこでお花の手入れの仕方を覚えたの？知ったところで最近の若造には誰も教えん。それは知らないことを怒りたい気持ちはわかるんだけど、知らないから怒って教えないだと結局知ることができないから、できれば教えていただけると。森のこと大人から何も聞いとらんのか。あれ？ん？話しちゃいけないっていうルールがあるわけではないのか。いや、そうじゃなくて、森に行ったことはある。あ、今のはあれか、聞いちゃいけないっていうことをお前は分かってないのかってことで言ったのかな。何しにわざわざ森まで行くんだ。怪物と話でもするのか。正気の沙汰じゃない。怖がってるのは一緒か。怪物がどんな見た目か知ってる？君らみたいなバカ面だろうな。もうわしに構わんでくれ。歌聞けるか。あ、花が好きだった子供の頃だね。破れた。申し訳ないが、これはチャンス。難しそう。でも全部一方通行だね。これこっちからこうじゃないか？違うな。もう違うな。いけないね。最後、右上か左上のボタンに必ず行くと思うから、これだといけないから、逆か？あ、いける。よかった。一応上手くなってってるみたい。ん？右の人は誰だ？このおじいさんの子供の頃だね。お花が好きで、綺麗だなってきっと思ったんだろうな。昔はチベスカスの花が咲き誇っておった。これ実際にあるのかな？聞いたことないけど。どんな花？もうこの町で育ててるものはおらんだろう。花弁の広い、綺麗なコバルトブルーの花。ん？その花なら前にどこかで見た気がする。あれ？見たっけ？やばい、私が覚えてない。さよなら。これはその花を今のおじいさんに渡せば何か。あ、上に人が通った。サニーのママっていつも台所でお菓子作ってるからあんまり外で見かけない。ばったり会ったらクッキーくれるって噂だし、優しすぎる。サニーはこき使われてるみたいだけど、なんでだろう。髪色が全然違うけど、実の娘さんじゃないとか。ママの張り紙。青い花ってどこで見たっけ？夢の中で見た？それとも。